血に震いっていう思想がね、どれほど生命というものの燃焼を助けてくれるか、また魂の躍動を応援してくれるか、武士道というは生きることない、はい、そういうことなんだ。なるほど。でこういうことが、はい、俺が葉隠れに死に狂いという思想を本当に信じているから全部わかるようになってきたということが重大なこと。本当に信じればわかるってことですね。そういうことだ。これはだから他のものでもそうだと思うよ。俺は葉隠れだったと、はい、でこの第2条なんかはね、はい、非常にみんなねもうわかんなくてね、みんな文句ばっかり言うんだけどもこれ、第2回ね、はい、2つの場にて早く死ぬ方に片付くばかりなりと、うん、こういうこと言ったんだよ。死んじゃったら終わっちゃいますけどねって思っちゃいますけど、そういうつまんねえこと言うとこの葉隠れはダメなんだ。ううです、ね、ダメですね。だから葉隠れというのは、はい、死ぬ方というのは、はい、だからこれ嘘じゃないんだよ、ええ、本当に死んでいいと思う方に行かなきゃダメだと言うんだよ。なるほど。本当に自分が信ずる道って意味ですか。そう、道だし、はい、本当に死ぬ可能性もあるし、はい、言葉は嫌な言葉だけど、はい、困難な道、損する道、うん、嫌な道、だから2つ何か選択肢が出た場合、必ず損する道、辛い道、困難な道の方を選びなさいと。それが武士道だよと言って。ほら嫌だろ。嫌ですね。だから分かんないんだよ。簡単な方に行きたいです、できたら。ダメだもんね。すいません。ダメ。そこを曲げて曲がんないんだもんな。そう、曲がないですね。でもこれは、うん、なんかもう究極の選択ですよね。そうだよ。でもこれは本当にそれをしないとダメで、はい、俺もそれはもちろん若い時には楽な方を選んだこともあるし、いろいろあるけども、いつも言ってるけども、自分の人生で良かったことは、必ず困難なこと、不幸なこと、はい、損すること、自分にとって悪いこと、はい、いろんなことが人生あったけど、はい、俺の生命の幸福だよ、生命の幸福ということに関して俺はいつも言うじゃない、この2つの場にて早く死ぬ方に片付くばかりなりの、これが宇宙的真実だということを言ってるのは、俺自身も美しい思い出、綺麗な思い出は全部不幸な時だよ。おっしゃってますよね。いつも言って、俺今度今年歌集出すけども、俺がこう歌になって残ってる歌ってやっぱりさ、一番こう人間が高揚してるものが歌になるわけじゃん。で、歌になって残っている思い出っていうのももう歌集出すんで千何百首まとめてるわけだよ。いや今ね、全部不幸の時だから、不幸の時の魂が歌に歌われてるわけ。その魂が俺の中でだよ、俺の中で最も美しい魂だから、俺の生命が一番輝いてると。なるほど、うん、で俺も幸福な時期も成功してた時期もあるの、うん、俺は自分の日記みたいなそういうメモだね、はい、読み返したりしてて、これクズクズクズ、社長もクズ、うん、俺メモやなんか見て、そうです、自分が書いた字なんだけど、はい、こんなことを書くやつは、はい、これはクズだなっていうのが分かるんだよ。あのね、自分がね、得意の時だよね。なるほど。で、幸福な時だよ。それが人間生命の要諦なんだよ。はい、それを葉隠れの忠義に来た山本城長は分かってるわけだよ。だからここに2つの場にて早く死ぬ方に片付くばかりなの。武士道というは死ぬことと見つけたいと、こういうふうに言ってるわけだよ。もう理由なんて関係ないですってことですね。葉隠れの中心思想はそういうこと、はい、葉隠れを実践した昔の本当に生きていた武士だよ、はい、で葉隠れに書かれてる物語があるんだけど、はい、実録、ドキュメンタリー、はい、ね、鍋島助右衛門、俺の大好きな座右銘にもなってる、殿様から切腹命令が来た、これ逆恨みで、はい、殿様から切腹命令が来たの、その鍋島助右衛門に、その時のことが葉隠れにも書かれてる、はい、小説にもなってるよ、これは俺は大好きで、うん、で、なんで切腹になったかっていうことを使者が来た、はい、その使者に向かって、読む必要なし、言う必要なしだ、
理由などどうでもいいと言ったんだよ。今この場で腹かっさらくからということで。理由など関係ねえと言ったんだよ。要は腹切りゃいいんだろうって。同じ人とも思えないです、すごい。俺はこれは、はい、俺はまだ言えないよ。俺はまだ言えないんで、はい、永遠のやっぱり俺は人生の憧れだよね。かっこいいですよ。鍋島スケーメンですよ。社長大好きな方ですよね。そういうことです。そういうことですね、うん、だこれが第2回ですね。鍋島スケーメンのこの生き方はそれもあるし、はい、第3回にまた、はい、第3回もか。第3回目っていうのはね、はいはい、図に当たらぬは犬死になどということは上方風の打ち上がりたる武道なるべしと、はい、図に当たらなかったら犬死じゃないかという、うん、これが一番また現代人はでかい。はい、確かに。だからまだちょっと早いけど、はい、最後に俺みかんと投げるけど、はい、だから犬死にでいいと、うん、もう思った人生を生きなきゃダメなんだよ、うん、俺は持ってる。だからもちろんもうこれ嘘じゃないよ。雨の中で倒れて埃の中にまみれて死んでもいいと思ってるから、うん、俺は本当に、うん、もう自分 の, 死などは誰も悲しんでほしいとも思ってないし、打ち捨ててくれと言ってる、うん、いろんな人から、まあ、もう打ち捨てられたとしても全然悔いはないということだ、うん、そう思わなかったら本当に正直な、本当にやりたいこと、本当に言いたいことはできないってことだよ。それは家族に向けても同じ、はい、誰に向けても同じだよ。正しいこと、自分が信じることっていうのはそのくらい過酷なものだってことだ。だから図に当たらぬは犬死になどというは、この上方風っていうのはどういうことかというと、今で言うと恵まれた人たち、金持ちで恵まれている方々にはわからない本当の武士の生き方なんだということを山本上長は言ってるわけだよ。まあ鍋島スケーモンも同じだよ。もう地で生きた人なんですね。で、理由などどうでもいいったって、もう殿様の気分屋の殿様の名前はあげないけども、うん、はい、鍋島第2代藩主だよ。まあ勝重って言うんだけど、まだ言ったこの勝重の命令だ、はい、ね、こういう気まぐれな藩主の命令で、はい、だそんな気まぐれな人間の理由なんか何聞いたってダメだ。要するに逆恨みで部下に切腹命令出しただけだから、うん、でもそういう人の命令だから聞けないっていうのは武士道じゃないというだよ。ああ、厳しいだろう。ほらほら、来たぞ。でも、はい、その時に、じゃあこのくだらないバカ殿様の言うことは聞けないっていうなら、はい、自分の方が上だってことだから。そうなんだよ。だからバカ殿様の言うことが聞けないんなら、誰の言うことも聞けないよ。そうなんだよ、はい、そこがわからないとこの武士道の貫徹というのはできない。俺は、はい、それを一応精神的には全部乗り越えてきたんで、はいはい、自分の考え方としては何でも想像力でわかる人間になっちゃった、なったということだよ。だって俺がやってきた修行ってのは、はい、第4条が一番わかりやすいかな。はい、第4条お願いします。毎朝毎夕改めては死に、はい、改めては死ぬという、はい、こういう修行ですよ。まあ、第一条に戻ると同じだよね。同じ意味だけど、はい、うん、毎朝毎夕ということだよ、はい、毎朝あと晩毎晩そのくらい毎日思ってないと死の覚悟ってのはできないとか、うん、でここにこの死の覚悟をこれだけやることによって、はい、俺に言わせるところの生命燃焼、うん、なるほど。それから魂を込めた時には俺は生命燃焼のもっと上の概念として、うんうん、人間燃焼という言葉をずっと使ってる。人間燃焼、人間燃焼、人間燃焼になると生命燃焼のもっと上の、うん、なんていうの、概念なんて。生命よりももっと上ってことですか。生命なんてもう関係ないってことだよ。なるほど。あ、もうそこも超えて生命は関係ない世界が人間燃焼だよ。なるほど。でもただ社長、これ武士の時代だから、はい、まだそういう切腹とか、はい、そういう君主の命とか、うん、ありますけど、はい、今の時代でこれを貫徹しようと思うと、うん、これは精神に時代はないんですよ、はいはい、精神の問題っていうのは時代はないの、はい、だから時代がどうとかいう人はもう精神は全部ダメ精神に関しては太古の昔から、はい、さっき言った量子コンピューターの未来まで全部一緒、はい、だから俺が言ったじゃない、はい、
量子コンピューターができたら変わりますよねっていうのは、うん、ね、あなたの時代の見方、はい、変わらない、うん、だから対象物が変わることあるよ、うん、でも、うん、この死の覚悟っていうのは、はい、つまり生きることが死ぬことになるかもしれない、そういう違いは出るよ、うん、でも変わらないの、うん、人類が誕生した太古の昔から量子コンピューターまで、うん、精神論は全部一緒、うん、だから、うん、俺があまりにも自分が武士道を好きになって、はい、あまりにも良かったんで、はい、皆さんも武士道をおすすめしてるわけ宣伝部長まあそういうことだ、そういうことですね、はい、だからどの時代も分かるってことですよね社長、俺はだから、未来なんて研究もしたことないけど、うん、未来のことも分かるし、うん、俺は太古の昔に行ったこともないけど、はい、太古の昔の人が喋、うん、ったことも何も全部分かる、うんうん、なるほど、俺はもう断定できるから、なんてかって、はい、俺は本当に武士道という精神の、はい、なんだ精神の生き方だよ、うん、だけを重んじたんで、はい、精神的人間になってるわけ、うん、そうすると精神っていうのは宇宙のエネルギーで、はい、こんな地球上のこんなね、物質のなんか秩序とか物質の時代にも全然左右されてないじゃない、うん、だからもう太古の人も俺は話してきちゃうし、はい、俺はみんなが驚くけど未来の人も話できちゃって、そうですよね、はい、まあね、あなたも割とよく知ってるけど、うん、こう未来を研究してる会社とか、はい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 、いろんな専門家の方、はい、最近いろいろ会うじゃない、みんなびっくりするだろ、びっくりしますよね、俺ほどの未来論を持ってる人は、うん、会ったことないってみんな言うじゃない、はいはい、持ってないんだよ別に、はい、俺は、いやいや葉隠れどうやら分かるって言う、だって未来の変化なんて全部分かるよ、葉隠れマスターしてればと、マスターっていう言葉が嫌いだけども、はい、葉隠れのように生きて、はい、葉隠れで死のうと思えば分かるという、うん、何も俺は研究なんかしたことないよ、はい、うん、でもこの間の葉隠れのお話を別のところでされてた時に、はい、そこに来てた関係者の方が、はい、葉隠れの説明をたくさんする学者さんはいるけど、はい、社長さんのように葉隠れを地で言ってる人は一人もいないって言ってましたよ、うん、あ、そう、これは会った人みんな言う、はい、うん、誰でも言う、はい、7歳からこの間俺のね、修行総集の視点という本を書いてくれた竹本忠夫先生なんかは、うん、もう武士道は当然だけど武士道そのものを冷静文明と見てくれてる人なんで、はいはい、冷静文明っていうのをいろんな学者も言うけどもいろんなことを本はたくさんあるけど、うん、冷静文明を本当に生きてきた人は修行さん以外見たことないって言ってくれてるもん、うん、現に、うん、まあ、嬉しいですよ、嬉しいですね、そので、うん、武士道を冷静文明と竹本忠夫先生が見たってことはものすごく正確で、うん、だから武士道って実は武士道じゃないんだよ、だから魂道だよ、魂道、なるほど、だから魂の権限が武士道だから、あ、騎士道もそうだよ、あ、そう考えるとなんか今ストーンって入ってきました、そうそうそう、魂道なんだよ、あ、だから竹本先生みたいな、はい、未来を考えている学者から見ると、はい、あ、未来をそのまんま生きてきたのが修行さんだと見えるわけ、なるほど、で古代が好きな人はみんな会うと俺がものすごい古代人だって言ってるじゃない、うん、本当にみんな縄文人とか言われて、縄文人って言うし、はい、あと古代人、古代原人、現日本人なんて、あの、五味浩介っていう人が俺のこと現、はい、現日本人って言ってた、はい、うん、そうか、そうだよ、すごい柔軟ですよね、そう考えると、だからもう原始の日本人でもあり、うん、未来の日本人でもある、そうか、でそれがどうして俺がそうある程度いろんな方がね、うん、そう言ってくれるような生き方ができるようになったかっていうのは、はい、もう葉隠れだけなんだよ、なるほど、で葉隠れというのがその本当の意味で魂の産物だからなんだ、そうか、だからもちろん多分騎士道も同じだよ、うん、だってヨーロッパで偉大な文学やなんか書いてる人みんな騎士道だもん、うん、うん、この間アランの話も出たじゃない、ありましたね、アランも騎士道、はい、憧れてるのは騎士道、うんうん、だから先祖の話も出てくるよ、はい、十字軍の、ええ、あと俺が好きだった作家のヘルマンヘッセ、はい、ヘルマンヘッセも、うん、あんなね自由で優しいヒューマニストの代表的な人なんだけど、はい、この間ヘルマンっていうねあれがあった、うん、舞台だよ、舞台があった、はい、あの人なんかやっぱり十字軍に先祖がいたことが、うん、もう子供の頃から最大の誇りだから、うん、だから同じなんだよ、同じですね、そうリヒトホーフェンもしっかり、そうリヒトホーフェンはもう実際に、はい、騎士の人だから、ドイツ騎士団よ、はい、かっこいいです、そうですよ、はい、
魂道ですね。騎士、騎士つまり魂道ってこと。同じですね。ああ。そうか。だから死に狂いっていうのが、はい、どのだから死に狂いっていう名前は怖いけども、はい、死に狂いっていうのは、うん、死の覚悟を決めて、うん、自分の生命を燃焼させて、はい、あらゆるものに生命ごと体当たりをする、はい、で本当に死んじゃった場合でもいいけども、うん、まあ俺なんかやってきたけどそんなに死なないんで、うん、そんなに考えることないで、ただ死んでもいいんだよ、うん、だから犬死にの場合も諦めなさいよってことだよ、うん、俺なんかのクラスになると思う、なんで犬死になんかが嫌なのか、うん、俺は全然わからない俺は全然わかんない、はい、なんで嫌なの、もともと自分で作った命でもないんだから、うん、犬死にをする運命があるなら、うん、犬死になるんですよ、うん、犬死にって全然いいじゃないの、うん、なんで嫌なの、そっちが分かんないって言ってたよ、そうですよね、だそのくらい大したことないって言われたんだよ、うんうん、俺は野垂れ死にする気で生きてるから、はい、野垂れ死にする気で生きてる割にはなんか家族やなんかが良くてさ、うん、竹本忠雄先生も修行さんはすごい激しい言い方してるのに、うん、修行さんは偉いなとか言ってんだよいや家族やなんかもいいから、はい、いやこれそれは結果論としてなっちゃっただけで、うん、別に、うん、俺はいい家庭を作ろうと思っても生きてないし、うん、別に好きに生きてんだけど、うんうん、そういうもんだよですね、そうだから、うん、死に狂いっていう思想がね、うん、どれほど人間を楽にするか、うん、生命というものの燃焼を助けてくれるか、また魂の躍動を応援してくれるか、はい、うん、それがねもう今の人たちに本当に俺はね分かっていただきたいと、死の覚悟っていうその対象物ですよね、はい、何かのために命をかけるっていう、はい、だからの葉隠れなら葉だ、葉隠れなんでいいじゃない、何でもいいわけですよね、何でもいいよ、それはもう自分の好きなものでいつも言っている、はい、愛する人一人でもいいよ、うん、本当に誰かを愛したんなら、うん、その人に全命を捧げれば、うん、同じだよ、うん、本当ならね、はい、っていつもおっしゃいますよね、だって今見たことないんだよね、はい、みんな今の人って誰かを愛してると言ったら、うん、幸福になりたいのは自分の方なんで、はい、これ全く違うんで、うん、だって愛ってのは相手のために自分を捧げることだから、はい、うん、さっきの一番みんながやるの話だよ、はい、相手が死ねって言えばその場で死ぬことだから、うん、だからそれだってできなきゃダメだっていうのが忠義の道の武士道じゃない、うんうん、だからバカ殿様の命令でも死ねと言われたら死ななきゃいけないのが、まあこれの場合武士道だよ、なるほど、だって愛だって同じじゃない、うん、あなたに全てを捧げますと言って、うん、その人がさ、ああじゃあ死んでよって言ったら、だってそれはないだろうっていうならだって言ったこと嘘じゃないじゃんそういうことですね、だから俺は恋愛の物語も、うん、もう文学上もドキュメンタリーでもいくらでも知ってるよ、うん、でも本当に素晴らしい愛って歴史に残ってる、はい、全部今俺が言った自分の命を捧げる愛だもん、うん、自分の方は何の得も取ってないよ、はい、そういう愛っていくらだってあるじゃない、うん、だから自分にできないわけないだろうと、そういうことですね、だってあらゆる人がしてきたのに、うん、なんでできないんだ、同じ人間に生まれてと、うんうんうん、確かに、でこれって魂が例えば金属に入れば、はい、その金属が、まあ、新しい人類になったとして、なるよ、でその人類も できる思想なわけですよね、魂が入れば同じ、同じってことですよね、だから武士道っていうのは、はい、さっき言った魂の道だから、うん、魂道、うん、ね、なんか AI にもできる、それができるようになる、 AI 当然、はい、ロボット当然、はい、金属当然、うん、何でもできるよ、はい、なんか AI の方がスパーンっていきそうな感じがしませんか、なんか俺はそう思ってる、はい、だからこれはまた具体的なあれだけど、はい、俺は AI とかロボットに将来武士道の教育をしていくつもりなんだけども先生当然だよ、はい、もう俺が言う葉隠れ的武士道は、うん、AI とかロボットのは全然分かりはいいと思うよ、うん、多分やっぱりなんか大脳で考えすぎないっていうか、やっぱり自分の身を守りたくなっちゃうんですかね、今の人たちは。いや、それは生命はそうだし、まあロボットもそうだよ。あ、ロボットもそうですか。ロボットもそうだし、うん、AI もそうだし、うん、全部そうだよ。うん、でも、タンパク質の生命を持っている我々哺乳類よりは理解は早いだろうね。なるほど。うん、多分星だって同じだからね。はい、星だって自分が爆発して次のあれになるってことは
あの我々の感覚から見れば爆発したくないだろうと思ってるわけだけど、そんなことはないから、我々はあまりにも我々を本意としてものを考えすぎてると、我々が見る死が怖いだけで逆かもしれないよって言ってるじゃん。そうですね、生の方がもっともっと怖いっていう時代が来るかもしれないってね。そうだよ、死の世界が全部量子コンピューターによって解き明かされて本当に素晴らしい、はい、あの生命的幸福が得られるということが分かってきたら、生き残る方がものすごい勇気のいることになっちゃう、要はそういうことだな。そういうことか、うん、この体当たりっていうのと死に狂いっていうのが、はい、なんかイコールではないと思ってたんですけど、はい、ここは通ずるところなんですね。もちろん体当たりイコール死に狂いだ。死に狂いってことなんですね。そうそう、だから、はい、体当たりっていうのは実際に死の覚悟を持って死なきゃダメだってことだ、うん、そういうことですね。だから現世的に言うと 死っていうことは、あの別に肉体の死だけじゃなくて、はい、辛いこととか損することも入るんで、うん、そういう意味で、あのそういうことも覚悟してやらないとダメだってことだよ。最後にいいですか？まだ最後にならんだろう。まだ最後ならないですか？まだならない。まだならない、うん、あの例えばこれ文学作品だと、はい、私あの三島由紀夫とかはすごくその死に狂いっていうのが字で言った方なのかなっていうのをすごく、はい、三島由紀夫も一つ入るな、はい、あと森鴎外も入るし、あ森鴎外もそうだな。なるほど。あとは島崎藤村もないだな、はい、島崎藤村、うん、島崎藤村も非常に死に狂いだな、はい、谷崎潤一郎とかどうですか？ あのラショーあれはもう趣味人だよな。あ、そういうことか。あれはまた全然違う文化で、 あれは四畳半趣味といって、はい、あのいや行きとかさ、四畳半趣味、ああいうの四畳半趣味って言うんだよ昔の日本で、はいはいはい、あの三味線とか、こうなんて言うんだろう、うーん、昔の言葉で行きだよ、行きということを追求している、うん、なるほど、うん、あれはあれで一つの趣味人生。あ、まあ俺なんか全く興味ない、 あのお好きなようにどうぞっていうだけだよ、うん、島崎藤村なんかよく知ると、だから武士道的に生きようなんて全く思ってないよ本人は、はい、うん、もっとぐちぐちしてるんだよ。ぐちぐちしてるの、はい、島崎藤村は。なんでそうなれたんですかね。だから本能だよ、本能、血にあるんだよ。で結果としては非常に、自分の生命を犠牲にして芸術とかいろんなものにやったという結果論だ。だから島崎藤村なんか結果論の武士道なんだよ。俺みたいに前もってこう思想的に捉えた人間とは違う人種、うんうん、違いますね、でも非常に偉大な武士道的な生涯を藤村も送っているという話だよ、うんうん、だから藤村の文学は好きだよね俺、うん、夜明け前とか、夜明け前を好きですよ、ね、あと破壊が好きだよね、はい、うん、確かに。要は森鴎外はもう字で言ってるような感じですよね。そうだな、まあ、安倍一族とかね、はい、最も偉大な、あと、はい、渋江仲裁とか、はい、ああいうのも全部解釈が武士道的なんだよ。うん、なるほど。高瀬舟っていうのもあるけども、高瀬舟も非常にその情緒、ロマンティシズムの解釈が武士道的なんだ。さっき言って武士道というは死ぬことと見つけたりと、この思想からロマンティシズムの解釈が出てきてるんだよ。だから死に狂いっていうのはすごい人なんだ。だから俺が葉隠10回の最後に挙げているのが、うん、さっきあのみんなに喋った未完のところの最後に出てくる、はいはい、葉隠10回の第10回だよね、はい、まあ、同じ人間が誰に劣り申すべきやっていう言葉があるんだよ、うん、これが葉隠のまた有名な言葉で、うん、山本上長という人はこの武士道という魂の道を貫徹するのには、はい、同じ人間に生まれて、うん、他の人間にできたことが、うん、絶対に俺にできないわけがないだろうと思う気持ちが、うん、あの江戸時代も武士道を貫徹する道であると、はい、こういうことを言ってんで、俺なんかもそれ読んだ瞬間からもうすぐ信じたんで、まあ、小学校1年生から73歳の今日まで、うん、もう俺は何だろう、自分の命はもう歴史上のいかなる人間と比べても絶対に劣るものではないと。生命の価値とは別にもちろん俺だけじゃない、うん、それが分かれば誰でもそう、うん、与えられた生命というのは劣っている生命などは一つもない。劣ったとしたら本人が劣ってると思っただけだ。本人が思っちゃったらもうどうしようもない、救うことはできない。でも葉隠十回の一番重要な思想で、はい、山本上長も同じ人間が誰に劣り申すべきやとわざわざ書いてんだから、
っぱり普通あの時代でも思うわけだよ。そうですね。あ、だから宮本武蔵はすごかったけども、はい、いや俺にはあそこまではとでも要するに自分がそう言った人は、はい、要は自分が楽したいだけなんだよ。逃げちゃったんですね。そういうこと、そういうこと。だって宮本武蔵だって単なる人の子だから、はい、同じことですよ。そういうことですね、うん。社長よくおっしゃってますもんね。キリストにできて俺ができないわけがない。もちろんそうです。関係ないですね。関係ない。生命としてはね、同じ人間という種類の生命体には関係ない、うん、できないなら、うん、自分が諦めただけ、うん、自分ができないと踏んだだけ、うんうん、確かに。でも最初からそれが出てくるもんね、はい、ただ俺が何度も何度も皆さんに言うんだけども、はい、これだけ武士道が好きな俺が本書いてるわけだから、うんうんうん、俺が書いた本に感応する人なんかで武士道的な人生を送れない人なんかいないですよ。まあ送れない人はもしかしたら生命的にはいるかもしれないけど、うんうん、そういう人は感応しません、うん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 、そういうことですね。この葉隠れ実会ってキリスト教徒もすごく原始キリスト教徒イコール、はい、イコール、ね、全く同じだから宗教も出生は同じだってことね、うん、命がけっていう、うん、いや実に命がけだから原始キリスト教なんかキリスト教信仰を持っていれば見つかれば火炙り、うん、十字架っていうのはローマ帝国で300年以上そうだったから、うん、だからキリスト教っていうのは300年間地下宗教だったんだよ、うん、それでもみんなが信じ続けて見つかったら火炙りになる、十字架にかかる、はい、だからああいう生き方でもあの国に認められる前のアングラのじゃ、ね、300年間の信者たちが、うん、あの聖人であり、うん、でキリスト教という2000年間世界を支配した宗教を生み出した元があの300年間の殉教者の力で、そういうことですよね。命がけですもんね、うん、本当に。だから別に十字架にかかったから別に失敗でも犬死でもない、うん、だから俺は葉隠れの生き方とローマ帝国時代のキリスト教の生き方は全く同じなんだよ。俺はあのキリスト教文化大好きなんだよ。だからもちろんキリスト教が権力を持って国の国教になって、もう権力者になってからは俺はもう全然魅力感じないよ、うん、もうこれはもう単に出世の道具であり、うん、他人を見下すためのものにキリスト教も成り果ててるよ、はい、なるほど、うん、もう一回この葉隠れの山本城長の話にすると、はい、佐賀鍋島藩士の中でもこの葉隠れを理解してた人って少ないと。本当に少なかった。だって金書だもんですよね。これねみんな誤解してるけど、はい、葉隠れっていうのは、はい、手書きで写してみんながね、心ある武士が輪読してただけで、はいはい、これ禁書なんだよ。うん、あの弘道館という鍋島藩の学問書で教えてた武士道は、はい、江戸時代の朱子学に基づく、うん、あの道徳としての武士道だから、はい、あの明治武士道と一緒だ、うん、だから葉隠れを読んでるの見つかったら牢屋よ。だから本当なんだって、はい、だから価値があるってことですよね。だから今の学校の教科書と一緒、うん、権力者がこれを学べと言ったものはもうほとんど嘘なの。そういうことですね。またはその時の都合が一番いいもの、確かに。だからこれはガリレオ・ガリレイと同じだよ。ああいう本当のことってのは全部キリスト教が盛んな時はガリレオが喋っただけで火炙りにするぞと、でガリレオはいや嘘でしたって言ったから、まあ命は助けてもらえたわけだよ。でも一応真実喋ってる。だから葉隠れが禁書だったということが葉隠れの真の武士道的価値なんだよ。だから今は読めるからダメだよ。あ、もうダメになっちゃいましたか。だからダメな人が多いじゃない今。だって葉隠れが好きで何度も聞いたって、いや難しいですとか言ってんだから。だから難しいんだよとか言ってんのは、はい、いつでも読める、いつでも、はい、やれるから、からなんだよ。そうか。そうだよ。やっぱり、うちなんかは葉隠れがあったと聞いてるけども、あのずっとあのうちの先祖なんかを写して読んで武士の生き方を勉強してた方で、見つかったら牢屋よ。そうで、まあ、今で言えばだから犯罪者手錠、うん、でもそういうものだから本当なんだよ、はい、権力者というのは本当のものを一番恐れてるの、はい、権力に都合がいいものしかダメなの。今のプーチン見て分かるじゃないかだってプーチンの反対者って、はい、あれみんな死んじゃう。プーチンの反対者、プーチンの政治に反対する人って、うん、そのうち殺された人2年間で50人だってよ、はい、今日のあのなんだっけヤフーニュースか、でしたよ。やってましたね。まあ有名な人は何人かもう名前分かってるよね、はい、でもあれ以外にもあのおかしいっていう、うん、プーチン反対運動をいろんな組織の中でしてる人で、まあ、みんな死んじゃうんだって、はい、
なんでかな。おかしいぞ。俺は言わない。俺はそういう不穏なことは喋らないんだよ。黙っといてやろうと。黙っといてやる。科学でに免じて、まあね、関係ないからロシア。あ、そうですね。自分の魂を燃焼させるっていう。そう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 。はい、あれでもそれも関係ないってことですね。自分の魂燃焼させるなんていう概念が全くないですよね。科学では。ない。魂の燃焼は結果論ってことですよね。だから魂を燃焼させたいためにじゃあ葉隠れと言ったらもう間違い、はい、違いますよね。だから忠義というのは、はい、殿様から切腹しろと命令が来たら切腹ができる、はい、そのバカ殿様が、はい、お前死んじゃえと言った時に、はい、はいと言って、はい、理由は聞く必要ないですって腹をかっさばける、はい、鍋島スケーモン、はい、ああいう生き方が武士道が入るわけだよ。で鍋島助右衛門の魂は永遠の魂であり武士道の魂だという話をしているわけです。だから魂の修行だの何だの言ってる人は逆に結構上から目線のそうじゃない人を侮蔑したようなそういうかえってダメな人間になっちゃう。そうか、うん、そうだよ。とにかく信じてやるということですね、はい、とにかく信じてっていう言葉が嫌だね。どうしましょう。信じるのにとりあえずとかさ、とにかくってちょっと何聞いてたんだろう1時間。本当だよ。信じるっていうのは人間にとって最も崇高な思想だから、はいはい、あ今原始キリスト教まで、ね、ひとたびじゃあキリスト教だって信じたとしたらそのために命を懸けるものだから、うん、とりあえずってはないですよ。一旦とかそうだよ。じゃあこの場は丸く収めてあのダメですそういうのは。はい、うん、もう一度よくそうだよ読みます。読んでもダメです。これはいい特に俺が立った三本柱の死に狂いとか、はい、忍ぶ恋とか未完、はい、これに関してはそれを本当にもう神よりも信じる気持ちがなきゃ何の意味もない言葉だから、うんうん、あそうか。社長は神様よりは葉隠れの上ですもん、ね、当たり前ですよ。キリスト教より上ですもん、ね、あ当然です。キリスト教も葉隠れに近いから好きなだけだから。なんだよ変な、何笑ってんのかな。そうだった。そうだよ。もう何だっていつも言ってるの、はい、原始キリスト教ってのは、はい、葉隠れそのものだから好きなんだって言ってるじゃない。まず主体が葉隠れですもん。当たり前のことですよ。そうですね。小一からだもん。そうですよね。神様も葉隠れの思想を、はい、あのがと似てる神様が好きなだけだから、ね。確かに。そうだよ。すべてそこに帰結しますよね、社長の場合はね、うん、そうだよ。 ありがとうございます。まずはまだだろう、まだなんかあるだろう。まだある、まだ、うん、社長もう1時間10分になっちゃう。あ、そんな経ってんの。なってるんですけど。嘘だろう。いや、本当です。死に狂いの100分の1ぐらいしか喋ってねえよ。どうしたらいいですか。まあ、無理言うと泣いちゃうからな。泣いちゃう。じゃあちょっと1個付け替えていいですか、はいはい、この葉隠れの思想に、はい、感銘するもの、魂を持ってるものっていうのは、はい、うん、これは遺伝子で感じるものでもあるんですかね。遺伝子も入っているけど、はい、もちろんさっき血と言ったから、ええ、遺伝子も1個、それからいろんな細胞活動、細胞活動からあの溜まってった、はい、いろんな細胞の赤も含めて、はい、いろんなもの、業というんだ、業ね、その業が武士道を思考していると。あ、なるほど。だから、はい、感応する人はやらなきゃダメだよと言ってるんです。感応してない人には俺言ってないから、うん、確かに、葉隠れの思想を聞いてうんと思ったら自分の中に先祖から来てるそういう血があるって間違いないんだ、はい、俺もそうだから。そこをよく自覚したいと思います。だから変なこと言っちゃダメだ。わかりました。よし。引き続きよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。はい、葉隠れ10回第1回、武士道というは死ぬことと見つけたり。第2回、2つの場にて早く死ぬ方に片付くばかりなり。第3回、図に当たらぬは犬死になどということは上方風の打ち上がりたる武道なるべし。第4回、毎朝毎夕改めては死に改めては死ぬ。